Hello, today we're gonna watch Parasite Maxim Episode 3, The Feast, or Feast. This series is getting more and more exciting by each episode. I hope soon we're gonna have battles between humans. The last one was like, wasn't even a battle. They just got cut up, that was it, but I'm hoping for legit battles. All right, let's see what's gonna happen.君、斜め後ろ。グレーのコートの君。他人の体を気安くいじるのはやめてほしいわね。姉、痴漢だって。違う、言いがかりだ。おい、取り消せよ。俺が触ったって証拠、どこにあるんだよ。おい、聞いてんのか。 Oh shit. He is not getting off lightly. Yeah. I'm guessing that's a parasite. Okay. This opening sounds like Hunter x Hunter's ending. Yes, it's the same band. A feast. Yoshimi Dai, 7回目の変身だろ? 読んだのか? 爬虫類と会話ができるようになった男の話。全然リアリティがないね。Is he using chopsticks? Chopsticks to do the touch screen? その事件の真相を知っている人間。ひょっとしたら、それは世界で僕一人かもしれない。泉くん。おはよう。So,最近さ、変わったね。Are you guys dating? そんなことないよ。今、確かに声が。ここだ。ミギ、どうもムズムズすると思ったら。どうしたの？ああ、なんでもないよ。私の仲間がいる。Oh my god. Again? Yeah. だんだん近づいている。でも。この近くじゃミンチ殺人は起きてないよ。死体が見つかってないだけかもしれない。相手までの距離は約70メートル。60メートル。まさか。この建物の中だ。この中。Is it the principal? どこだ? 誰なんだ? 男か? 女か? 約30メートル。間違いない。この中だ。30メートル? 目を合わせるな。見つかるぞ。向こうもこっちを探しているが、この人数のおかげで特定できずにいるようだ。皆さん、おはようございます。先日、交通事故で入院された It's him! 山先生に代わり、数学を担当される新任の先生を紹介しましょう。では、タミヤ先生。Are you sure it's a traffic accident? Yeah. 皆さん、よろしく。やつだ。Yeah. 本日より3年3組の担任は山本先生。3年3組あの子のそしてタミヤ先生には副担任を担当してもらいます。見るな、新一。Damn! What the hell happened? 目を見てる。目があったぞ。あの先生、結構美人よね。見つかった。
So? 驚きだ。頭を奪っておきながら、その人間固有の身分を失わず、そっくり引き継ぐとは。しかも教師として人間にものを教えている。これは大変な才能だぞ。褒めてどうすんだよ。なんとかしなきゃ。どういう意味だ。だってそうだろ。みんな食べられちゃうよ。いや、それはないな。ん?奴は人間社会に溶け込んでいたいのだ。社会生活に直接関わる人間を食料にはしないだろう。奴の周囲は安全なはずだ。She doesn't look safe. まあ、しばらく様子を見よう。Are you gonna freeze? Are you gonna freeze? Are you gonna freeze? Come on. あ、しばらく様子を見よう。こんな時に寝るなんて。ミギーのやつ。もしも今あいつが。ではこれを応用して6から12までの問題をやってみて。Oh shit. She's coming. 泉くん。来た。どうしたの?全然進んでないようだ。え?あ、いえ、すみません。え?泉くん。後で進路指導室に来てくれ。Oh no. いいわね。ねえ、何かしたの?いや、羨ましいな。No. No. No. ほら、美人ならここにもいるじゃない?ねえ、泉くん。いやいや、タミヤ先生の大人の魅力にはかなわないって。だけどあの先生、泉みたいなのが趣味なんだ。意外だよな。何言ってるんだ。人の気も知らないで。Oh God。何言ってんのよ。こっちの気も知らないで。Oh my God, is every girl? Does every girl have a crush on him? 約10メートル。起きたのか。God damn。こっちへどうぞ。泉真一君、私の正体は知ってるわね。ああ。ああ。教師に向かってその返事はないでしょう。そう固くなることはないわ。私に殺意がないのはよく知ってるはずよ。その右手さんが。第一、この距離でやり合ったらお互いが致命傷を受けるわ。あなたとはもっといろいろ話したいの。今日の放課後、時間を取ってもらえるかしら。わかった。罠だったらどうすんだよ。僕はごめんだからな。人間というのはどうしてこう合理性に欠けるのか。ダメン。殺す気ならとっくに殺している。私はね、興味がある。あーボイ。あなたみたいなケースは初めて。だからデータが欲しいわけ。お互い情報交換し、今後のことも相談したいから。Future with you。じゃあ、そういうことで。Damn。She's not gonna like that。タミヤ先生。はい。あの、今日何かご予定は？はい。生徒と進路の相談など。そうですか。失礼します。You don't have a chance, dude.Don't do it. ねえねえ、ちょっと本屋さん付き合って。うん。あれは。Don't follow him. I hope she's not following him.2匹と言えばいいのかな。
やっぱり罠だったのか。罠かどうかはまだわからん。それより新一、心臓の鼓動を少し緩やかにしてくれ。こっちまで落ち着かなくなる。言うな。Oh, are they the ones? Oh, I think they're the ones who were naked on last episode. Damn, he looks crazy. Oh, God. Yeah.なるほど。これまであなたが出会ったのはその2種類だけね。ああ。ところで泉君、あなたから見て私たちは一体何だと思う？人食いの化け物。他にどう呼んだらいいのかな？実はね、私とこの A さんとです。Oh yeah. They were the ones. No. そう、妊娠したわ。さて、そこで問題。今私の体内で育っているもの、それは一体何でしょう？それは人間だろう、ごく普通の。さすがね。そう、全く何の変哲もない人間の赤ん坊よ。だとすると私たちは一体何なの？さあね。こっちだって聞きたいよ。寄生した人間を生かすために他の人間を食べるなんて、まるで共食いじゃないか。どうしてそんなことをするんだ？その質問、右手さんにもしてみたの。 What is happening to him? 私は新一の血液から直接養分をもらっている。だから食欲というものを知らん。共食いの理由もわからん。繁殖能力はなく、ひたすら共食いみたいなことを繰り返す。こんな生物ってあるかしら？その点については私も不思議に思っていた。生物なのかそうじゃないのか、とにかくこの世のものとは思えない。俺は帰る。自分の正体を知ったところで何かが変わるわけでもない。腹が減れば食うし、邪魔者がいれば排除する。それだけだ。わあ、ジーズ。あいつは危険だ。始末すべきだ。育った環境の違いかしら。さて、人間は時々理解できないような行動をとるから、一応忠告しておくわ。仮に私と敵対して騒ぎを起こした場合、顔を変えられないあなたの方が立場は不利よ。私もなるべく人間としての身分を守りたいから無茶はしないつもりだけど、もしもその気になれば一クラス。3秒で皆殺しにできるわ。私のクラスにも友達はいるんでしょう。 God damn。新一の恐怖心をここまで引き出すと。冷たい。何をする新一？He doesn't know what to do about the situation, I guess. Damn.攻めてきたぞ。まるで殺意の塊だ。先生、どうしたんですか？バカめ。Oh my god. Are you kidding me? Is that a student? Oh, that's a teacher.
What the fuck? 多分昨日のあいつだ。待て、許可なしで校内へ入るなんてどういうつもりだ。 That's not a good idea, man.今障害を3つ倒した。人を殺したのか。それはわからんが、強引なやつだ。刃物？なんてことだ。侵入者は刃物を持っているのか。緊急連絡。校舎内に不審者が侵入しました。ああ、不審者だと？昨日？今日訓練があるって言ってたっけ？So？ 真っ昼間に堂々と。楽天的で行き当たりばったりなやつだ。タミヤ涼子とはだいぶ違うな。そうだ。タミヤ涼子はどこに？今150メートル離れている。どうやら我々の戦いを傍観するらしい。 Observe。 気になるよりはマシか。避難の際はシート寄りの階段を使用し、絶対に A 棟には近づかないように。タミヤ先生いないのか。よし、俺についてこい。遅いな。一段前から順に進め。戦うべきだぞ新一。戦う？どうして？相手は人目も気にせず白昼堂々と乗り込んでくるようなやつだぞ。逃げても必ず追ってくる。ここで倒した方がいい。でも、それに今ならこっちが有利だ。私に作戦がある。作戦？ねえ、さっきから誰と話してんの？ああ、独り言だよ。なあ、あれじゃねえのか、不審者ってのは。え、どこどこ？ほら、あれだよ、あのおっさん。嘘、本当にいるよ。Get out。 いや、私の位置を突き止めようとしている。 Come on。 だが、この人混みに邪魔されている。もしも見つかったらどうなる？無論、攻撃してくるだろう。ここにいる人間ごと強引にな。しかし、それがこちらの狙い目でもある。狙い目？新一の周囲の人間がなぎ倒される間に、私が素早く奴の心臓を貫く。It's not gonna let that happen, of course. 成功する可能性は高い。周囲の人間？それがお前の？そう、作戦だ。新一は肉の壁という盾で守られている。それは A にとっては厄介な障害物となるはずだ。肉の壁？お前らの本性を忘れてたよ。一緒に行く。忘れ物、私も行くよ。近寄るな、僕から離れろ。Oh no。 ごめん、とにかく急いで避難して。I hope she's not following him. Could be trouble. She could die.でも自分の命を守るためだ。自分が生きるために他の命を犠牲にする。動物はそうやって生きているのだ。お前日本語うまいよね。人間の言葉がそれだけわかるのに、どうした？思い出したぞ。人間は自殺するという珍しい動物だったな。別に死にたいわけじゃない。何をやっているんだ？肉の壁よりこの方がいいよ。三年二組、列を乱すな。怒ってるのか、ミキ。怒る？私はそんなに暇ではない。次の手を考えなければ。新一、我々と A の違いは何だと思う？違い？向こうは殺人鬼、こっちは善良な高校生。向こうは別人になれる、こっちはなれない。向こうは一人、こっちは二人。そうかな。果たして A は我々を二人と見るだろうか。どういうこと？はい、新一の武器。僕の？そうだ、私と A の力はほぼ互角。とすれば答えは一つ、君が戦いに参加するしかない。新一が動揺して私の足を引っ張れば勝負は負けだ。
逆に君が効果的に動けば勝つ。効果的にってどうすれば。役割を決めるんだ。つまり What? Oh my god. I hope the fight continues on this episode. そんなのでうまくいくかな。まあやってみよう。その武器を見えないように身につけろ。確かにミギーは戦いについては僕なんかよりずっと専門家だ。今までだって仲間を2匹も。そうだ、今はこいつを信じるしかない。来たぞ新一。 A は3メートルの距離に近づいた。3メートル。どこだよ。 Oh, downstairs。 見えないぞ。真下だよ。 Yeah. Damn the soundtrack.God. バリケードのつもりか、自分で逃げ道を塞ぐとはな。Are you kidding me? No. I wanted to see the fight. I wanted to see the fight so badly. But it's interesting that there are parasites that don't want to kill, but how is she gonna survive? I thought parasites only survive by killing other humans. Can she eat normal food and survive? I don't know.Yes, they're gonna explain it in the later episodes. I really don't have much to say about this episode, except I was really hoping the fight to be in this episode. Oh well. What is that?Nothing's coming to my mind right now to say. That episode was just setting up A, Mr. A, and that teacher. And that if two parasite hosts have sex, but.They don't. It's not the baby's not half parasite, half human. It's just a normal human baby. I mean, I think that makes sense because they're just parasites who take over the brain, and that's about it. But what I'm confused about is how is the teacher able to survive without eating humans?I thought they need to eat humans to survive. But I guess they'll explain it. Alright. Thank you guys for watching. See ya. Later.